話しかけんなってかと言いたい気持ちをぐっとこらえてそっとエアコン入れておきました。何このエールに気づくには10年早いか。エアーというエールを送るノクリア。話しかけんなってかと言いたい気持ちをぐっとこらえてそっとエアコン入れておきました。外で気を張る君が家ではくつろげるように。エアーというエールを送る。何このエールに気づくには10年早いか。ノクリア。今回の CM はですね、エアコンを中心に親子の見えないエールを描いた CM なんですが、自分の大切な人にさりげなく大きな無償の愛を届けるというそういう演出でした。それがとても素敵だなって思いました。いいと思います。ありがとうございます。彼らがね、話ができたらなんていうかなっていつも想像してますけれど日々細やかに見てあげること、それが本当に愛情なので、いつもちゃんと目を見てよく話しかけますね私は。はい、サントキソーマさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ここまで育ててくれた親に感謝というか、なんかそういう感謝の気持ちをちゃんと伝えなきゃなっていうのはあるんですけど、やっぱり面と向かってっていうのは恥ずかしいし、さりげないエールを送るにはどうしたらいいのかなっていう、ちょっと、いや高校3年生は多分人生の中で最もナイーブな時期だと思うんですよ、はい、なんかそんな少年が親にちゃんと感謝を伝えることができたらそれすごいことだなってだからもうその気持ちだけちゃんと持ってれば、はい、あとは健康でいたらいいんじゃない。日常から得るエールってありますか。学校も行ってるし、うん、部活もバスケ部に入ってて、お仕事もしてっていう、やっぱ結構難しくて悩むことも多くて、それを見た友達がなんかできるだけでいいんだよって言ってくれたことがあって、うん、そばに行ってくれるっていうことはね、はい、多分一番のエールですよね。そうですね、なんか一緒に頑張ろうとかも多分そういう意味で、うん、僕は隣にいるからっていう意味だったんですけど、さりげないエールをいただきました。エアコンノクリアを通して暑い夏寒い冬も皆さんが健康で過ごせますように。Yeah.